もうご覧いただきましたように開幕戦0対で、引き分けとなりました。ここで鳴尾監督のインタビューです。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。開幕戦というのはなかなか入り方も難しい試合だと思いますが、振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、本当に今日も昇格というか優勝してというような若く一人になるチームでしたし、あと雨の光の中で結構ミスがしていただくと、まあ、そういうミスの中のゲームでしたので、まあ、決めるべきチャンスを決めるところなんだと思いました。ディフェンスとしては、僕は危ないという場面ではなかったんですけども、やっぱり得点チャンスということになりますよね。そうですね、本当にターゲットのある選手も感じしましたし、そこにたくさんチャンスを決めることもできるようになったんですけども、やはり気持ちがないっていうのは必要だったので、なんとか改善してそういうことを繰り返さないようにしていきたいと思います。ただ、まあ、開幕ということで始まったばかりということになります。この後になりますけども、修正点、そして意気込みなどお願いいたします。そうですね、本当にこれから強くなるチームだと思ってますので、まあ、こういう試合、一試合一試合しっかりと次の試合に積み重ねて、最終的にはリーグに入ってもインターネットふさわしいチームになっていけばいいかなと思ってますので、まずは私たちでやることを精一杯頑張ろうと思いますし、また応援すると、なるべく皆さんの最高の高い応援というか、厳しい声というか、まあ、そういったものでチームを育てていただけたらありがたいなと思います。もちろん、ね、まだ始まったばかりですので、次切り替えて、はい、頑張ってください。はい、今日は本当に皆さんが来ていただいて本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。